はい、それでは別館です。いや、今日は本編でね、思いがけず宮崎先生が、はい、石原慎太郎さんの若かりし頃、そして宮崎先生も若かりし頃の写真を持ってきてくださって、すごい感激したんですが、ね、本当に、はい、なんかイケメンなんですね、お二人ともね。で、まあ、それはさておき、はい、石原さんのことについてもうちょっと詳しくお聞きしたいなと思いまして、はい、なんか三島由紀夫とも親交があったんですって、石原さんも。いや、それはね、石原慎太郎が出てきた時に、うん、なんて言うんだろう、全然分野っていうか文体も違うし、はい、文学の置き方、重点の置き方も違うんだけれども、うん、スターダムという意味でね、うん、やっぱりキラキラ輝いてる才能が出てきたというのは、うん、三島由紀夫はやっぱり一番先に注目したんですよね。それで2人はもうボクシング一緒に始めたりさ、いろんなことやったんですよね。そうだったんですか。それでほら、石原さんもなんか映画作って出たりしたら、はい、三島由紀夫も映画スターになって「空っ風野郎」の主演なんかやってね、これが演技が下手だよねそうだったんですか。それで映画は遠のいてはいたけれども、うん、また人斬りかなんかでさ、うん、田中新兵衛かなんかのテロリストの役やったでしょ、三島由紀夫はね。あの時は石原裕次郎と、あと二人が出てたね、誰が出てたか、勝新太郎が出てたね。へ、三島由紀夫ともう一人誰かいた。そういう意味でね、映画とかね、うん、三島さんっていうのはね、一方において高い文学と古典的な香りというか正当な日本文学の継承をしてるんだけども、うん、はい、他方においてはね、結構ミーハーなんだよね。なんとなくそれ分かりますね。で、はい、ゴーゴーバー踊りに行ったりさ、うん、するんですよ、うんうん、それからほら、なんていうのかな同性愛者が集まるバーに出入りしてみたり、うんうん、三河健一さんとか、ね、三河じゃなくて進行があったようですね、うん、その前三輪明宏さん、うん、そういうことで、まあ、両面っていうか、やっぱりね、天才っていうのはいろんなことに興味があると、うんいうことでしょ。で、石原さんの場合はその興味ってのはむしろヨットとか山登りとか、はい、全てスポーツに行くんだよね。本当だ、肉体派だから。そうですね、ね、真の意味で。そうそう、うん、だから三島石原っていうのは非常に仲良しだったんだけれども、うん、三島さん何でしょう、162センチぐらいしかない、はいはい、石原慎太郎182ぐらいあって、うん、だからね、すごくね、その二人の対談読んでると、ところどころでさ、俺は三島さんほど卑小な体じゃねえからなとかねそういうこと平気で言っちゃってたんですか、うん、じゃあ今から切り合い、ほら、居合抜きやってみせるからそこに立てとかね、はいはい、はなんかハラハラしたでしょうね、そのそばに同席してた編集者とかはね。そうそうそうあ、それが宮崎先生だったのか。いや違う、その時は私いない、それでね、もう一つ思い出、そうそう、石原さんはデビューの時にね、うん、歴史のことあんまり知らないんだよ、うんうん、だからね、デビューしてしばらくして織田信長はいなかったというのは皆さんご承知の通りですが、こっちも聞いてて、うん、唖然とするんだよね、うん、それからね、もう一つはね、どういうことですか今の。いや、要するに織田信長はフィクションだと思ってるわけよ。え、本気で。いや、そういう時期もあったの。それからもう一つはね、あれ、三種の神器、はい、やっぱりこれ三島由紀夫との対談なんだけど、うんうんうん、ある時三種の神器を守るんだって三島が言ったらね、うん、石原さんがさ、うん、三種の神器って何ですかそれでやっぱりね、一生懸命勉強してるんだよね。なるほど、そういうような思い出ありますよ。面白いですね、うん、年でいうと三島さんの方が上ですよね。7つ上でしょう、うん、で、文壇にデビューしたのも三島さんの方が当然早くて、うん、そうそう、石原さんからしたら最初はこう尊敬する先輩みたいな感じだったのかな。あ、やっぱり大先輩ですね。そうですよね、うん、だから非常にね、三島さんの作品に関しては石原さんほとんど全部読んでたし、常に中、まあ三島さんもね、結構石原さんの本読んでるんだよ。そういう意味では非常に文学上は公的主導士でもあったと。なるほど、言えますよね。じゃあ、まあ、公的主ってことはね、一歩間違うとすごい複雑な思いを抱えてしまう相手だったとも言えるのかもしれませんね、うん、だからそれ晩年がそうだったんですよね、そっかそっか、
要するに亡くなる年の三島さんがね、産経新聞にあれ7月7日号だったかな、果たし得ない約束なんていう、絶望的な、もう書いたんだけど、その前にね、確か毎日新聞だ、石原慎太郎への公開還元状ってのを書いてね、そんな穏やかじゃないとこまで行っちゃってたんですね。完全に喧嘩腰ですよね。それで自民党に所属しているものが党の悪口を言うっていうのは、これまず真偽と忠義に基るって言うんだよね。普通そういう場合、自分が所属している組織に対して、裏切りのような発言をするときは、それは切腹を覚悟でしなければいけないんだというのがこの公開還元状なんだけど、なんかアナクロのこと言ってるなっていうのが石原さんの反応でね、何言ってんだろうって、そんな感じでしたよ。だからまあそれがね、2人の最後のまあ決別みたいなものになって、で事件が起きた時にはやっぱり真っ先に石原さん駆けつけてね、それでとにかく憲法改正の意思だけは受け継ぐと、言ってたことを思い出しますね。なんかちょっと感動しちゃいました。だからね、憲法改正ということは、それからずっとこの五十何年間、石原慎太郎のやっぱりテーゼだよ。石原テーゼ何かって、一番憲法改正でしょ。そうですよね。全ての行動の根っこはそこにあったような気がしますもんね。だからそれは憲法改正は何かって言ったら、やっぱりこの日本の国民性というか民族性、精神の回復が憲法につながるわけだから、ですから最初はね、憲法改正って言ってたんですよ、石原さんもね。ところが最後っていうか、この20年ぐらいは改正じゃないって、これは廃棄だって言ってるのね。で、全く新しい憲法を作るんだと、いうふうに、やっぱりどんどんこう、なんていうの、右へ来たんじゃない、正しい方向へ来た、と思いますよ。なるほどね。なんかもう晩年は、ね、8月15日の靖国神社などでお見かけすることがあったんですけれども、なんかもうね、足元もちょっとおぼつかない感じで、ちょっとね、だいぶ弱々しくなっておられたんですけれども、まあでもね、89歳まで人生を全うしてね、やりたいことはまあほとんどおやりになったから、まあ私なんかから見りゃいい人生じゃなかったのかと。本当ね、今日伺って、宮崎先生からお話を伺って、改めて本当にこう濃い人生を生きた男だったんだな、ということをね、思わせていただきましたね。本当貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。